んにちは、石しゃ二です。アンティックコイン投資を極めるコーナーです。今日はコイン紹介です。全部で4枚のコインをご紹介していきます。1枚目がグレートブリテン1740スラッシュ39年、ジョージ2世22ニ金貨ニ NGCAU53。2枚目がアンティックコインフランス1803から4年、ナポレオン20フラン金貨 PCGSMS62、PC 3枚目がレアード 1R1、フランス 1648F 年、ルイ14世1類ドール金海 NGCAU58。4枚目がレアード 3R3、フランス 1676L 年、ルイ14世1類ドール金海 NGCMS64 です。1枚目がグレートブリテン千1740スラッシュ39年、ジョージ2世ニ2ニ金海 NGCAU53 です。ロンドン造幣局。 1740年、えー、スラッシュの39年発行。発行枚数が不明です。サイト作った時ですが、NGC の鑑定済みコインは27枚。AU53 は4枚でトップ7グレードです。重量が 16.69g、91.67%金の金貨になります。今、裏面ですね。縦の紋章ということで、王冠とか、えー、紋章、えー、百合の花とかハープとかですね。 が描かれています表面の方はジョージ2世のこっちから見て左向きの肖像になっています。表面の肖像面ですね、こちら12種類あるうちの9番目の肖像になっています。反対面、裏面の方は11種類あるうちの8番目の肖像ということで、かなり後期のですね、デザインになっています。 こちら、ニギニーとしては一番最初に発行されたのが1733年ですね。それだと R5 っていうことですごく珍しいタイプになっています。最終年度が1753年ですね。ニギニーとしては。これが最終年度になっていて、こちらの方は R2 のコインになっています。 基準価格、コインオブイングランドでは VF で2750ポンド、EF で8500ポンドということで、かなり基準価格が高いのがこのニギニーの特徴になっています。R はつかないんですが、NGC の鑑定済みコイン、まあこれサイト作った時ですが、全部で27枚しかないので、非常にレアなコインになっています。まあお買い得の1枚かなというふうに思います。 えー、2枚目がフランスの1803年から4年のナポレオンの20フランキンカ、PCGS の MS62 です。1803年から4年発行、パリ製造。発行枚数は不明です。PCGS の鑑定済み、これもサイト作った時ですが、えー、77枚、MS62 は5枚でトップ3グレードということで、かなり枚数少なめのコインになっています。重量が6 4 5ム直径が21ミ、mm、リ。 金金の金貨になります表面の方がナポレオンの肖像ですね。こちらから向かって左向きになっている肖像になっています。まあ、かなり62でグレードも高くきれいなコインだというふうに思います。反対面の方は20フランという書いてあって、リパブリックということですね。AN の 12A ということで、まあ、鳥のマークと、まあ、今言って、 型番といいいうかですすねその記号がついていますでこの20フランですね、あまり長い期間発行されておらず、1803年から1805年まで、あと1806年と7年のものが一部あるという感じです。まあ、これ、レアなものが、例えば1804年の愛っていうものだと、1万ドルと。 あと1805年ですね。こちらの方も AN14 というものが7000ドル。あと1805年の AN14 というものです。これ8000ドルというふうに珍しい年号のものがあります。あと1805年の AN14 ですね。こちらも U というマークのものは1万ドルということで非常に珍しいコインが多いです。まあ人気の高い絵柄になっています。 基準価格ですね。ゴールドコインズオブザワールドで EF で600ドル、UNC で2500ドルということで、こちらの方もかなり高い金額になります。まあ、有名なフランスの皇帝ですね。イタリア系地主のボナパルト家出身ということで、まあ、非常に有名な人がこのナポレオンです。 実はこのナポレオンの金貨はですね、メース62とかほとんどなく、2014年にだいたい税込みで63万円ぐらいで落札されているので、今回のこのコイン非常に珍しくてですね、お買い得の1枚だというふうに思います。まあ非常に綺麗なコインになっています。3枚目ですね、レアドイチ r h フランス 1648F 年、ルイ14世紀ルイドール金貨に次し AU58 です。 1648年発行、アンジェ製造です。発行枚数不明。NGC の鑑定済みコインが、えー、サイト作った時ですが、なんとわずか1枚。au58 でトップグレードです。重量が 6.75g。直径が25ミリ。91.7%金の金貨になります。今、反対面の方が映っていて、えー、真ん中に F マークですね。アンジェ製造の、えー、ミントマーク。 F マークが描かれています。まあ、あと、おかんとかユリとかですね、まあ、L と L の反対面っていうような絵柄になっています。表面の方が、まだちょっと今裏ですけど、ルイ14世の向かって右向きの肖像になっています。まあ、年号入っていて1648というふうに記載されています。 えー、ガトリーのカタログ価格ですね。TB で800ドル、TTB で1400ドル、えー、あと SUP で2800ドルということで、えー、基準価格がついています。まあ今、あのヘリテージオークションでこの1648年を見たんですけど、えー、コインがですね、VF ディテールかなんかで1枚出てただけなので、非常に珍しい年号になっています。 まあですから今これ NGC で、まあちょっとこれサイト作った時ですが、トップグレードで1枚しかないというコインです。まあ比較的安いコインだというふうに思います。最後4枚目ですね。レアド 3R3 フランス 1676L 年。ルイ14世、チ類ドール金貨 NGC の MS64 です。1676年発行で倍ンの製造になります。発行枚数が不明と。 NGC の鑑定済みコインが1枚、MS64 はトップグレードの1枚になっています。まあこれは先ほど見たので間違いないと思います。重量が 6.75g、直径が23ミ、mm、リ、91.7%金の金貨です。表面には類14世の肖像が描かれています。ちょっと髪が長いタイプですね。頭の上にですね、ちょっと星型、まあ花みたいなマークがついており、 年号が1676とついています。反対面の方が L マークですね。こちらに王冠とかユリとか L マークということで、えー、IMP の横にちょっと十字架みたいなマークがついているのが特徴です。これ、基準価格非常に高くて、ガドリのブックで TB で1500ドル、TTB で2800ドル、 SUP で5500ドルということで非常に価値のあるコインになっており MS64 がついているということとまあ最高グレードで世界で1枚ということでまあ非常に素晴らしいコインになっていますということで今日も4枚のコインを紹介してきました1枚目がイギリスのジョージ二世のニギニーですねで2枚目がフランスのナポレオンのニジフラン三枚目と四枚目がフランスのズ ルイ14世のルイドールということでご紹介してきました。まあ今日はこの4枚のコインの中ではまあ値段も高いんですけどこの1676年のフランスの1ルイドールまあこれがもうぶっちぎりで非常に価値の高いコインになっています。まああのコインはですねまあそれぞれが特徴があるという形でまあ売るときに難しくなさそうなのが1648年の R1、えー、の類14世の一類ドール。まあ、これ枚数1枚しかないので売りやすいっていう意味です。まあ、あと、比較的コインの,あの大きさの割に安いのが、ジョージ2世のニギニーと。まあ、あと、グレードが高いってことで、こちらもあまり出てないので、フランスの20フランですね。ナポレオンの20フランというような、えー、コインになっています。まあ、どれも非常に 人気の高い絵柄で、ですね枚数も少ないので、まあ、どれを買ってもいいのかなと、まあ、予算に応じて、コインを選べばいいかなというふうに思いますえぜひ、ユーチューブのほうですね、あの質問があればコメント欄とか、あとメール、あと LINE のほうにです、ね、お送りしていただければと思います。最後、今、これ、QR コードが出てると思うんですが、私が発行しているゴールドコインの LINE のほうに登録するための QR コードになっています。 あと、動画のの概要欄の方にも u r LINE 載ってますあと上で、アットマーク、ゴールドコインって英語で打ちますと、私の先ほどのゴールドコイン発行の LINE にお友達登録できるようになってますので、ぜひ登録していただければと思います。まあ、これ、個別相談っていうのをやってまして、30分間、ズームオンラインで、 私とまご本人もしくはご家族まで含めてどんなコインがいいかとかですねどれが値上がりするかどういうふうに売ればいいかというような質問を個別相談で受けていますのでぜひうまく使っていただければと思います Thank you for watching 見ていただきありがとうございます Don't forget to like and comment the video 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです Subscribe to my channel 私のチャンネルに登録してください